写真拡大。阪神、藤波進太郎投手24が24日、鳴尾浜で今年5度目のブルペンに入り、直球やカットボールなどの変化球を交え40球を披露した。本人は一軍キャンプに向けて、しっかりアピールしたい。アピールです、と話したが、この日の投球練習が新人2投手に大きな刺激を与えた。決意を新たにしたのは、後方で見学したドラフト5位川原創成館と同6位湯浅 BC 富山だ。伊藤トレーニングコーチから、藤波の投球を見てこいと言われ、ブルペンへ。途中で同4位の斉藤、本田も加わり食い入るように視線を注ぐと、迫力満点の投球に、球の質や直球の威力に凄さを感じ取った。ただ、圧倒されただけではない。河原は、下半身の粘りを注視していたといい、一球一球に力を込めて投げる大切さを学んだ。自身のキャンプでのテーマには、怪我なき完走を掲げた。湯浅も、高卒1年目から活躍していた藤波と同様に、一軍で1年目から活躍したいと誓い、平均で150キロを投げたいとも。突如、開催された見る藤波塾が、二人に最高の好影響をもたらした。